いやあ、皆さん元気でしたか？知ってるかもしれないんですが、私ちょっとオランダ行ってきました。行く前に3つのミッションが与えられたんですけれども、達成したかどうか確認しておきましょう。それでは早速始めましょう。オランダをパイ君に案内してもらいます。オランダはね、ヨーロッパの国。まあステレオタイプで言うと風車。オランダはやっぱり風車やな。そして花、チューリップだとか、と水。オランダは海に面してます。これはオランダの形。小さいだけど、あちこち行くのはまあいろんな方法あるんですね。移動方法を紹介しましょう。車だったり、バスだったり、路面電車だったり、電車だったり。駅に入るとこのゲート通ります。ゲート通ってカードでピーッとチェックイン。そして遅れてる電車を待ち。山がないのが日本との違いだね。一番よく使うのは自転車ですね。オランダはやっぱり自転車の国。まあ先ほど言ったんですが、オランダは水の国なので船も結構ありますね。オランダ人は昔から水と戦ってきたんです。水害防止工事を行ったり、ポルダーを作ったり。あ、ポルダー知らないか。昔これは湖だったんだけど、風車を使って水を出して土ができた。生活スペースゲット。まあということで、オランダは水の国。町の中にも水が結構あります。水の町か。オランダといえばやっぱり水ですね。まあ海だったり川だったり運河だったり、水はどこでもありますね。だね、オランダといえば海です。海に行く前に砂丘があるんだ。海辺の前に砂丘があるんですけど、もし砂丘がなかったらオランダはこうなってしまう。オランダは低い国なので水害が起こりやすい国だから、サッキュー、サンキュー。そしてオランダは町ばっかりじゃなくて自然もある。鳥や鹿が住んでるね。わあ、かわいい。そしてオランダにもう一匹の動物が大事ですけど、それはライオンです。安心してください。本当のライオンはいないんですよ。ただ昔からオランダという国はライオンの形してると言われてきたんです。この人はウィレム1世、初めての王様。
オランダの政治というとこのハーグという町ですね。ここに内務省とかありますね。かわいい旗あるな。オランダの12州の旗ですね。そしてここが政治家が集まる場所、ビネンホフ。もう大昔からあったんですよ。あ、またライオン出たな。これは国会議事堂。ハーグはオランダの政治の首都だけど、本当の首都といえばアムステルダムだね。アムステルダムに有名な建物がいっぱいあるね。本当にオランダの雰囲気がする。アムステルダム。アムステルダムは昔からあった町なので、古い建物いっぱいある。ショッピング街でもこういう古い建物も残ってるよ。そしてオランダの建物といえば、このキリズマね。オランダ語でヘイボーっていう。ヘイホー。建物に圧倒されちゃうな。フリーといえば教会だな。オランダはもともとキリスト教だったので教会が結構残ってる。まあ今は無宗教とかイスラム教の人も多いんだけどね。フリーだけではなくて、この建物は昔のスタイルに影響されて新しくできたんだな。昔ながらのモダンアーキテクチャーだね。そしてオランダといえば有名な学科もいっぱいいますね。ヴェルメールだったり、ハルスだったり、レンブラントだったり。オランダ人だけど世界でめちゃくちゃ有名だね。あれ、バイクのおじさん。ちょっとちゃうけど、もう一つのオランダ人が好きなことといえばチーズだね。チーズの専門店があるんだ。だから大きくなるんやな。おいしいよ。フォンジュでもいけるよ。ファストフードもあるね。オランダ風のコロッケとか。あー、コロッケや。そして甘いもの。だけど健康にいい野菜とかフルーツとかもいっぱいあるよ。なんとスイカが300円。そして魚だね。海に面してるからよく食べられてるね。だから寿司も人気よ。日本食好きなのは共通点だね。このような日本の適当な名前がつけた寿司の食べ放題レストランが結構ある。日本の専門の店もあるね。でその隣がマリオアナ、大麻の店だね。オランダでは禁止してないから。オランダは世界で一番初めに同性結婚を認められた国だよ。オランダって自由がいっぱいだね、パイク。オランダ人は自由が大事だから。そして全世界からの人たちも
オランダに住んでるよ。マルチカルチャリズムか。じゃあ他のミッションといえば、オランダの人たちにミマのことを知らせる、どうかな。ミマ、一回ミマ、ミマ、ミマ、ミマ TV、 ミマ遠徳島、ミマママミマ、ミマミマこんなにミマミマ言ってくれたら嬉しいな。どうですか、ミッション達成したかな。実は最後に会いに行かないといけない人がいます。今日はアムステルダムのゾルフリートに来たんです。でゾルフリートには有名な人がいますね。ここのヨハネス・デ・ライクの墓です。で今日まあ小さなものですけど、ミマですね、ちょっとあげようと思ってたんで。お参りに来ました。バイクの先輩やね。Mima? Ja, in Tokushima, natuurlijk ken ik dat. Daar koop ik altijd mijn aardappelen.